カール・アンソニー・マローンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。長い期間にわたり高いレベルのパフォーマンスを維持した史上屈指のパワーフォワードだった。カリーム・アブドゥル・ジャパーに次ぐ NBA 歴代第2位の通算得点記録を持つ。19年間の現役時代のうち18年間を NBA のユタジャズでプレーした。1996年に NBA50 周年を記念した。 50人の偉大な選手の一人に選ばれている。1997年と1999年に MVP 受賞。1992年と1996年にバスケットボール男子米国代表としてオリンピックに出場、金メダルを獲得した。ルイジアナ州、サマーフィールド出身。マローンはメールマンのニックネームでも知られる。これは、 彼がルイジアナ工科大学でプレーしていた時期に記者がつけたあだ名で郵便配達員のようにどんな時にも確実にボールをゴールに配達するという意味が込められている。自らのバスケットシューズモデルもメールマンという名がついている。13人兄弟の末っ子として生まれ、父親がおらず、母、シャーリーの女で一つで育てられたマローンは、 地元ルイジアナ工科大学で3シーズンプレーした後、1985年の NBA ドラフトでユタチャズに1巡目第13位で指名されて入団した。1年目は平均得点14.9、平均リバウンド8.9と新人としては立派な成績を収め、オールルーキーチームに選出される。2年目以降は、キャリアのほとんどを平均得点20点以上、 平均リバウンド数10本前後とオールスター級の数字を残すようになる。これはマローン入団の前年にジャズに入団していたジョン・ストックトンの台頭に追う部分が大きい。ストックトンのアシストからマローンの得点というパターンがよく見られるようになり、1980年代から1990年代にかけてマローンが平均得点30点前後を記録するのに対し、 ストックトンは毎年のようにリーグ最多の平均アシスト数を達成するようになる。人々はマローンとストックトンを結びつけて考え、二人は NBA 史上屈指のコンビと呼ばれるようになる。オールスターには1988年から13回連続で選ばれ、ユタジャズの本拠地ソルトレイクシティで開かれた1993年にはマローンとストックトンは共に MVP を受賞している。 ジェリース・スローン監督の指導の下、チームは1988から89シーズンに、ミッドウェスト・ディビジョン首位の51勝を記録するが、当時ウェスタン・カンファレンスの競合は、ロサンゼルス・レイカーズや、ポートランド・トレイル・ブレイザーズであり、優勝を狙うにはまだ時間が必要だった。マローンは1989年以降連続で、 オール NBA ファーストチームに選出されており、1990年代はリーグを代表するスター選手の一人だった。その活躍が評価され、1992年には初代ドリームチームのメンバーとしてバルセロナオリンピックに出場。1996年アトランタオリンピックでも米国代表に選ばれ、どちらも金メダルを獲得している。一方で、 チームの勝ち数は40勝台にまで落ち込んだシーズンもあり、ウェスタンカンファレンスの強豪サンアントニオスパーズやヒューストンロケッツ、シアトルスーパーソニックスに NBA ファイナル進出を阻まれ続けた。1996から97シーズン、チームは64勝18敗でマローンは MVP を受賞した。ジャズはプレーオフを勝ち抜き、ついに NBA ファイナルに進出。 悲願の優勝に挑戦することになった。対戦相手となるシカゴブルズはこの年5度目の優勝を狙っていた。ユタはシカゴで行われた初戦でマローンは残り9秒2で得た。フリースローを2本との外してしまい、マイケル・ジョーダンのブザービーターで82から84と破れた。2本のフリースローを彼がミスする前にスコッチ・ピッペンがトラッシュトークを行っていたことが報道された。 このシーズンのプレイオフで77%のフリースローを成功させていたマローンは第2戦以降フリースロー26回中12回成功と絶不調に陥った。続く2戦目にも敗れた。ホームのユタでは2連勝したものの5戦目はジョーダンのパフォーマンスもあって2点差で落としてしまう。シカゴに戻った6戦目もユタはものにできずマローンは優勝を逃してしまう。 翌1997から98シーズン、ユタジャズの成績は62勝20敗で、シカゴブルズと同率1位。しかしレギュラーシーズン中両チームの対戦成績は、ユタの2勝0敗で、プレーオフを通して、ユタがホームコートアドバンテージを持つことになった。ユタジャズはこのシーズンも NBA ファイナルに進出し、再び優勝を狙うが、ジョーダンとブルズの前に、 悲願は果たせなかった。ロックアウトで短縮された翌1998から99シーズン、マローンは2度目の MVP を獲得する。ユタジャズはサンアントニオスパーズと同率の37勝13敗でリーグ首位となった。しかしプレーオフではポートランドトレイルブレイザーズに敗れ優勝は遠のいてしまう。マローンは1990年代で最も多く得点した選手であった。 2位が、ミッチ・リッチ・モンドの16,178点であることからも、彼が安定して高い得点力を誇っていたことが、わかる。1999から2000シーズン以降の3年間は、ロサンゼルス・レイカーズの時代となった。ユタジャズのファイナル進出はならず、すでに30代後半になっていた、マローンの個人成績も徐々に低下していった。2003年に、 ジョン・ストックトンが引退すると、マローンは優勝できるチームを求めレイカーズに移籍。シャキール・オニールとコービー・ブライアントを中心に3連覇していたチームに、マローンだけでなくゲイリー・ペイトンも加わり、レイカーズは早々たるメンバーを集めていた。2003から04シーズン、彼は怪我のためシーズンの約半分の試合を欠場した。レイカーズは NBA ファイナルに進出し、 マローンにとって98年以来の優勝のチャンスとなったが、大方の予想を裏切りデトロイトピストンズが4勝1敗でレイカーズに圧勝した。怪我のためファイナル第5戦は欠場した。マローンの優勝はまたしても果たされなかった。シーズン終了後膝の手術をした、彼はレイカーズとの再契約は望まなかった。その理由にはコービー・ブライアントとの確執がある。 続く2004から05シーズン、マローンはどのチームとも契約することなく、2005年2月に引退を表明した。2006年5月23日に、ジャズの本拠地、デルタセンターで引退セレモニーが開かれ、彼の背番号32は、ジャズの永久欠番となった。また現在、デルタセンターの前には、彼の勇士のブロンズ像が設置されている。 ジョン・ストックトンのアシストからカール・マローンが得点するというパターンでは、二人によるピックロールが重要な要素だった。ディフェンダーの動きを阻止してフリーになった選手が得点するという一連の動きはオーソドックスで、相手チームにもよく知られていたが、二人のコンビネーションは非常によく機能し、いわば分かっていても止められないプレーだった。身長206センチメートルで、 体重 116kg のマローンは体格の優位を生かしリバウンドにも強かった。その一方でインサイドでの得点ばかりでなく中距離のシュートも得意としておりポストからのフェードアウェイショットやペリメーターからのジャンプショットも効率よく沈めることができた。また決して身体能力に長けているわけではないが速攻の先陣を切って走りストックトンからのパスで ダンクも決めるなど、走行種揃った選手であった。マローンが19年もの長い間、第一戦で活躍できたのは、熱心なトレーニングによるところも大きい。誰に対しても内容を秘密にしていたトレーニングにより、マローンはまるでボディビルダーのような肉体を保ち続け、足のような腕を持つ男とも呼ばれた。その成果もあって、最後のシーズンを除いた18年間で、 マローンが欠場したのはわずか10試合だけであり、まさに鉄人であった。キャリア初期はフリースローを苦手としていたが、練習の結果多くのシーズンで成功率7割5分以上を記録するようになった。また、フリースローを放つまでに時間を要することで有名であり、相手チームのファンは残り秒数をカウントダウンしていた。フリースローしなぎ数と成功数が、 リーグトップになったシーズンが7回あり、通算品げ数と成功数で歴代1位の記録を持っている。通算得点はカリーム・アブドゥル・ジャバーに次ぐ歴代2位の36,928点。左サイドのポストアップエリアからの得点を最も得意とした。マローンはトラックやトレーラーを趣味としており、数台を持っているほか、現役時代にトラック会社を設立している。 オートバイ好きでもあり、97年と98年のファイナルではハーレー・ダビッドソンに乗ってホームアリーナに向かうマローンの様子が世界に向けて放送された。ストックトンとは私生活でも親密な交友を持っており、互いの子供の名付け親になっている。また、二人はストックトン2マローンというカーディーラーを共に立ち上げている。マローンは鍛え抜かれた肉体を生かし、 プロレスにも挑戦している。WCW で、ウおーとの試合では、ハルク・ホーガンとタッグを組んだデニス・ロットマンと対戦し、ダイヤモンドカッターを極めたこともあった。元、ミス・アイダホの妻との間に、息子一人、娘三人を設けた。ワンバ、デトロイト・ショックのスター選手、シェリル・フォードは、マローンの娘である。年月日に、バドン・マイ・テイクに、出演した際、 自分を上回っている才能を持っていた選手として、クリス・ウェバー、デリック・コールマン、チャールズ・バークリーの3人の名前を挙げた。ありがとうございます。